あ、鼻のベースもちゃんと形考えながら影つけたら、まぶたあたりは立体的になってるんで、こういう風に影できるじゃないですか、よろしくお願いします。毎度です。今回は、まあ、いつも悩んでるんですけど、顔を描くときに、まあ、もちろん正面だと鼻を描くのは大体こうやって描いてます、うん、まあ、影入れて、うん、一番シンプルな鼻で、こういう向きだとこうなっています、うん、で難しいのが上を向くときに、なんかどうやってこの線、もちろんこうだけ描いたら鼻に見えないし、あと下を向くときにこれじゃ足りないなと思ってるんですけど、上を向いてるときにこれくらい描く、あと下を向いてるときにこんな感じになるので、今日はどんな角度でも鼻を描くことを教えてもらいたいです。メイン角度、一番シンプルな鼻を描きます。顔はこんな形、髪は何でもいいので、こういう本当に線だけの鼻、この角度だとこう描きます。上に向いて、今日は多分2つの勉強になるんですけど、顎の勉強にもなる気がします。これだったらこうなるかな。下を向いてるときにこんな感じかな。で、光はここから来てるとこんな影になりますよね。はい、こんな感じです。そうかな。本当にこの何から突っ込んでいいのかな。まあ多分本当のアニメだと本当に線だけの鼻になっていないかもしれないけど、でもなんとなくこのこれ見たことありますよね。そういう表現はあるんですけどね。じゃあ教えてください。もともと無理がありますよねって。いうことなんですよ。線だけ的なシンプルな花ならさらに難しくなりますか。うん、いや要はどうやってごまかすかですからね。あ、で花を描きます。花だけっていうのは不自然すぎるから、やっぱり顔は最低でもね、眉とか口とかワンセットで考えた方が。あ、そして下を向くパターン。絵描きの中で正しいのはないと分かってるんだけど、こうやって描くとすごい正しさがある感じですね。まあデフォルトで形を作ってしまって、うん、それから外れないように心がけて描いていけば、なんかずれないように、どこがなんか参考ポイントになりますか。耳の位置はこれを意識してこう持ってくれば。あ、こういう角度だと、まあ、大事なところは自分で描いてみて納得するしかないんですよね、うん、この角度をついてるときはこういう風に描いた方がいいっていうのは立体的にものを考えられるかどうかなんで。あ、
髪が気になります。ただ単にあのシールが乗っかってるだけじゃなくて、で形のある髪の毛がこの角度だったらどういう風に見えるのかなとか、いつもあの落ちがちな間違いなんですけど、うん、自分の場合ここの高さを出してるんですけど、なぜだか分かります？そうじゃないと顔が平らに見えますか？あの横顔こっちの方が高いじゃないですか。だから高さを出してるんですよ。あいつもここから線引いちゃってるでしょ。そうですね。そこが根本的に違うんで。あもう一つ後頭部のボリュームを気をつけないとかっこ悪い絵になっちゃうんで、うん、さらに、うん、こういう角度もよく描くことになると思うから、絵を描いてると練習しておいた方が、うん、へー、唇の形が見えてくるのが面白いですね。とまあこんなパターンです。すごい、鼻だけじゃなくて顔を全部いろんな角度で描けるようになりますよね。この他にもね、まだこっちだと、あ、そうですね煽りもあるし、あ、でさらにこの上でもこれで済ませることもあるし、あ、まっすぐ、あ、うん、上に浮いてる。もうここがおでこだとしたらこれで生え際か、これで済ませちゃうこともあるし、すごい。私が適当にこういうものを出したらちゃんとしたいろんな角度の顔を描いてくれました。最初の勉強になっているところがこの顔に、私このセンターラインに乗ったように線を描いてたけど、日野井さんが描いてくれた顔だと少し左にありますよね、うん、するとちゃんとセンターラインに戻れることができます、うん、そうすると鼻の形も もっとうまくなんか表現できますよね、うん、あとは鼻孔というか鼻の穴、この形も入れたらちゃんと鼻だって見えますよね、うん、すごい小さくアニメであのアップで見るときに見えますけど、ここにもなんか線が入ったりしますね。それはデザインチックにまとめただけです、うん、まあこうなってこうならない、どっちも大丈夫ですよね、うん、こういうデザインだと上を向いている時になんか役に立ちそう。もっとなんか鼻のベースの形が分かりますよね、うん、まあそこまでだと中途半端なんですよ、まだ途中なんですよ。実はですね、こう影が入ったりするんですよ、つなげて。だからこっちもあこんな感じなんですよ。あまあ真似したら実はこういう影になる。まあ光源が逆の時もありますけどね。あなんか勝手にこういう影入れちゃダメですか。まあそれが一番安易なやり方ではあるんですけどね。右側に影入れるならこれは別に消すんじゃないですね。んまあそのままでもそのままでいいんで、でも役に立ちそうですね。こういうデザインがある方がなんか上向いてる時に、まあそういうキャラばっかりだとつまんないから、さまざまなバリエーションがあるんですよ。そうね、私が一番最初にこういう単純な線だけよりも少し左とか右に
置いてまたセンターラインに戻れる方がなんとなく下を向く時も逆に立ちますね。大体テレビで見ててこれは左にずれてるな、これは右にずれてるなとか正面側でもいじっているはずなんですけど、いじってる、うん、まあそういう風に寄せて書いてるはずなんですけどね。まあ女性キャラは鼻の穴はそんなに書かないから、そうね、なんか全くないようなそういう時は影で表現しますからね。おお、左側じゃなくてこういう影はどうですか。これはなんか糊を貼り付けただけになってしまうね。ちょっと改造教えてもらえますか、うん、おお、このパーツ一つだけじゃなくて全体も考えながらつけていかないといけないので、こういうのは、鼻のベースもちゃんと形考えながら影つけたら、まぶたあたりは立体的になってるんでこういう風に影できるじゃないですか、うんうんうん、こっち側から光が当たってたらとすると、じゃあね、なおさら、じゃあ単純に右側が影になるわけじゃなくてこっちも顔の形考えながら、うん、球があるわけじゃないですか、うん、こういう風に影がつくわけじゃないですか、うんうんうん、それと同じですよこれは。そっかそっかそっか、面白い。その鼻が ちゃんと高さがあるからそのベースのところも影描いてもいいですよね、うん、あとここの高さを出すと、そうするとキャラクターっぽく見えるんで、これの影とこれの影がもっと濃い影とかになりますか。まあ普通入れるとしたらノーマルの影を、うんうん、じゃあ全部同じ影にします。違うんだな、違う お一段濃い影をこういうところに入れておくと、ここは一つの影でこれは別の影になると思ってたんですけど、結局全体的に影つけて、でこっちの方がもっと濃い影、まあここら辺に普通のもんなんですよ。普通のノーマルのこういうところでもちょこっとここら辺にとか、あでも確かにこういうところにつけておけばここら辺がノーマル。あ確かに、私意味考えず適当に入れてました、うん、この絵はこういう意図でこの線を引いてるんだっていうのが分かってくるようになるとなかなか便利。最後の気になってるところが、上を向いてる時に完全に鼻がもう上向いてるからこういう風に描くと思ってたんですけど、こういう角度だと縦の線でまだ表現できますよね。本当に上向いてる時に全く V の形になるんですよね、うん、こういう角度だともうこういう描き方になると思ってました。勉強になりました。はい、ありがとうございます。どうもどうも。